高町立八千代小学校は、兵庫県高郡高町八千台区にある町立小学校。高町は、兵庫県の東張間地域の内陸部に位置し、東西1 3トル、南北2 7トル、総面積185.19平方キロメートルを有した町で、周囲を中国山地の山々に囲まれた人口2386人の町である。 敬老の日発祥の町としても有名で、直線距離で神戸まで約 45km、大阪まで 70km の距離にある。高町八仙台地区では、児童数の減少対応として、代地区小学校の複式学級の解消や多くの子どもたちの学び合える環境を実現するため、2016年4月に八仙台区の三小学校を統合して一校とし、 八千代小学校として開校した。2014年5月13日、八千代区中野間にある公共施設、八千代コミュニティプラザにおいて、第1回八千代区小学校統合準備委員会を開催し、2016年3月8日まで5回開催された。その間、公募も含め学校名や交渉、校歌、制服、通学方法、PTA 関連、その他の事項が検討。 決定された。2016年4月1日に、八千代南小学校、八千代北小学校、八千代西小学校の3校を同時に統合し、八千代南小学校の施設を活用することで、八千代小学校が開校した。ありがとうございます。